油はやは、コイモクコイカウグイアカに属する、淡水魚。ウロコが小さく、太表のぬめりが強いことから、油の名がある、日本の固有アシュ。地方名、はや、ミノ山ヤマガオ、ムギクソ、ドロクソ、クソッパヨ、アッパエ。本来の分布域は、日本海側では、青森県から福井県にかけて、太平洋側では、青森県から岡山県の本州の河川。 産地の故障。産地の故障や、河川の中上流域の縁やヨドミに生息する。低水温を好み、雑食性で、低生生物や硫化物、付着藻類などを食べる。産卵期は4月から7月であり、縁や平瀬の狭れ期定に、多くの個体が集まり集団産卵する。幼魚は浅く流れの緩やかなところで群れて生活し、成長すると縁やヨドミに移動する。 1970年代後半には、北海道での生息が報告されているが、ビワ湖サ産コアユの稚魚放流に伴い移入された個体と考えられ、2000年代には、道南のアンノロ川に定着したことが、北海道大学の研究グループにより報告された。2001年から2003年にかけて、横浜市内鶴見川、水系、大岡川、水系、 境川水系で行われた調査によれば、本来は調査を行った水系に生息しない、高早が見つかったほか、高早との交雑を示す DNA を持つ個体が捕獲されているが、高早との交雑が一代雑種なのか戻し交配を経た兄弟個体なのかは不明である。エゾウグイとの間で属間雑種の存在が報告されている。全長は十五センチメートルほどになる。退職は、 高褐色で、鱗が小さく、不明瞭なコックロブチが散在する。体側に、黒色の縦帯があり、タカハヤと比べ明瞭である。また、尾びれのくぼみがタカハヤに比べて深い傾向がある。ルアーで釣れたアブラハヤ一本釣り、または、サビキ釣りで釣られる。餌は、サシカアカムシがよく使われる。消化栓にも生息し子供でも、容易に釣ることができる。泳がせ。 釣り用の遺形として釣られることもある。また、小型のルアーでも釣れる。成長した新魚では、骨が太くて硬いが、小ぶりなものは骨も細くて柔らかく、多少の苦味があるが丸ごと食べられる。内臓を取り除き、天ぷら、フライ、唐揚げ、マリネ、南蛮漬けなど、いろいろな料理にされる。ありがとうございます。